太平洋岸北西部における2021年6月27日の気温の2014年から2020年の同日の平均値からの帰り6月28日時点の天気図画像左側の高気圧によってヒートドームが生じている本校では2021年に太平洋岸北西部とカナダ西部を襲った熱波について解説する2021年6月末 カナダ環境省は、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、並びサスカチュワン州とノースウエストジュン州、ユーコンジュン州の一部に熱波警報を発令した。また、アメリカ合衆国においてもワシントン州やオレゴン州の多くの地域にて同様の警報が出された。猛暑の影響で少なくとも数百人が死亡している。ブリティッシュコロンビア州の主任検視官、リサラポワントは、 BBC の取材に対し、換気口のない家で一人暮らしをしている人が亡くなるケースが多かったと話している。熱波が襲った地域の多くは、冷量な気候であることから、エアコンのない家庭が多く、電気店でエアコンや扇風機が売り切れる事態が相次いだ。また、一部の地域では、エアコンの効いたクーリングセンターが用意された。新型コロナウイルスのワクチン接種が中止されるケースもあった。 この猛暑は上空の高気圧が暖かい空気を閉じ込めるヒートドームによって生じている。2021年7月7日、欧米の大学や気象機関の研究者27人で構成された国際チームはこの熱波が人為的な気候変動が原因であるという報告をまとめた。ブリティッシュコロンビア州にあるリットン村では摂十九点六度という記録的な 暑さを2021年6月29日に記録し、山火事によって壊滅的な被害を被った。生態系及び動物の行動にも影響が,が出ており、同州のコキットラムでは熊の親子が民家のプールにすずみに来た。また、2021年7月上旬にはムール貝をはじめとする大量の貝類が死亡しており、この現象を発見したクリストファー・ハーリーは、 約10億匹の生物が死亡したと推測している。ハーリーは水面の温度が51.7度になっていたことを指摘しており、この時期の干潮の時刻が日中の最も暑い時間帯と重複するため、浅瀬の生物たちが満潮までに生き延びることができなかったのだろうと見ている。カナダとの国境に位置するアラスカ州ジュノでは、 2021年6月28日夜と30日夜に氷芯が発生しており、この猛暑と関連があると見られている。また、同州アンカレッジは7月4日の気温が摂氏31.6度を記録した。カリフォルニア州のタホコでは大勢の人々がいる中でクマの親子が涼みに来た。また、デスバレーでは7月11日に摂氏54度の気温を記録した。 オレゴン州ポートランドでは2021年6月25日から気温が上昇し始め6月26日には42.2度27日には44.4度そして28日には46.7度と3日連続で最高記録を更新したオレゴン州在住のフリーライターアズマリカは時事通信に寄せた記事の中で通常のオレゴン州の気候は 夏でも夜になると気温が下がることに加え、湿度が低いことから、日中でも日陰に入れば、そこまで暑くはならないとされている。以上のことから、ポートランドではエアコンがない家庭も多く、この暑さでエアコンや扇風機、さらには氷の品切れが相次いだ。飲食店や市民サービスへの影響も出てきており、ライトレールの一種であるストリートカーのケーブルが溶ける事態も発生している。 また、朝日新聞によると、熱波によって空気が乾燥し、森林火災が広がりやすくなっているという指摘があると、されている。ワシントン州シアトルでは、6月27日に摂氏40度を記録し、最高記録を塗り替えた。ありがとうございます。